文房具屋という名の駄菓子屋さん、今日は何を買っていこうかな、文房具屋という名の駄菓子屋さん、文房具を買ったことはあんまりないけれど、僕たちにとってそこは学校のたまり場だった。おもちゃにゲームにお菓子にジュースにアイスクリーム、夢や希望も確かにそこにはあったはず。ジャンプにマガジン、おもちゃのピストル、何でも置いている、文房具屋という名の駄菓子屋さん、アーケードゲームではみんな火花を散らしてる、文房具屋という名の駄菓子屋さん、文房具を買ったことはあんまりないけれど、僕たちにとってそこは学校のたまり場だった。おもちゃにゲームにお菓子にジュースにアイスクリーム、夢や希望も確かにそこにはあったはず。行ってしまったか、文房具屋という名の駄菓子屋さん、お店のおばちゃんは今でも元気にしてるかな、文房具屋という名の駄菓子屋さん、文房具を買ったことはあんまりないけれど、僕たちにとってそこは学校のたまり場だった。おもちゃにゲームにお菓子にジュースにアイスクリーム、夢や希望も確かにそこにはあったはず。